ウィンスロップストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT のストランドアベニュー線の駅である。ブルックリンク、プロスペクトレファーツガーデンズのノストランドアベニューとウィンスロップストリートの交差点に位置し、2系統が終日、5系統が平日のみ停車する。ホーム駅はノストランドアベニュー線が開通した1920年8月23日に同時に開業した。 相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅でホーム間連絡通路はないため改札内で南北ホーム間を行き来することはできない。駅は1962年から1964年にかけてホームを延長し有効長は510フィートとなり重量編成の列車の入線に対応できるようになった。ホーム壁面のタイルは1920年の 開業当初のデザインのままで、ウィントロップ ST と書かれた駅名表がある。また、駅名頭文字の W と書かれたカルトゥーシュも等間隔に飾られている。現在の A ディビジョンの列車走延長に対して、ホーム有効長が短かったため1962年から1964年にかけて延長された部分の壁面には青地に白の3セリフ体で、 ウィントロップ ST と書かれた駅名標がある。また、ホーム上には緑の柱が等間隔で立っており、黒字に白のニューヨーク地下鉄標準の駅名標が掲げられている。改札口は、北港ホーム側がホーム階、南港ホーム側が改札街に位置し、北港ホーム改札口はホーム北側に、南港ホーム改札口は、 ホーム南側にそれぞれ独立して存在している。北港ホーム改札口には、回転式改札機と切符売り場、地上への階段一つがあり、南港ホーム改札口へは、ホーム南側から10段の階段が2つ、接続しており、改札口は、無人で、回転式改札機1機と、出場専用回転式改札機2機、地上への階段一つがある。また、 南広報無壁面にはかつてホーム北側にも改札口があったことを示す出口方向案内が残されている。ありがとうございます。